はい、ということで、皆様こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかっちです。はい、体の向きがねまだ定まらないんですけど、まあ、とりあえずねこんな感じでやっていきたいと思います。今日は前回ねミッションを持つことは素晴らしいっていうお話をしました。ミッションを持てばミッション、いやミッションっていうのは、あなたがどうしても解決したい社会課題です。どうしても解決したい課題、そういうミッション、そういうミッションが見つかれば、幸せになれるって、世界が変わるっていう話です。で、ミッションを持ってる人っていうのは、ミッションを持ってない人っていうのは、やりたいことをやらなければならないことに変えてしまう。いわゆる、want to を have to に変えてしまう。で、ミッションを持ってる人っていうのは、have to を want to に変えてしまう。それはつまりやらなければならないことをやりたいことに変えるということで、そういえばそういうことでやっぱミッションを持てば毎日がやっぱ楽しくなるかなっていうふうに思ってるんですよ。じゃあどうやったらミッションが見つかるのかってことですよ。どうしても自分が解決したい社会の課題ですよ。どうやったら見つかるんだってことですね。本当に本当にやりたいことです。はい、これですよね。これですよね。これが問いですよね、本当に。はい、これがね、ものすごく難しいんですけど、前田裕二さんと箕輪厚介さんが二人で話し合って考えた答えっていうのがとても分かりやすくて、その答えが今の中では、一つの答えとしては、しっくりきているので、それを紹介したいなと思ってます。はい、どうやったらやりたいことが見つかるのか、どうやったらミッションが見つかるのかという問いです。はい、それに対しては、must, can, will の順番でミッションが見つかる。そういうことなんですよ。はい、どういうことかというと、will っていうのは、意思ですよね。自分がやりたいこと、これがいわゆるミッションを持ってるステージです。 will で can っていうのはできること、得意なことです。そして must っていうのはやらなければならないこと、いわゆる義務です。はい、でこのやりたいこと、ミッションを持ってる人とか、これをやりたいっていうことを見つけてる、 will を見つけてる人っていうのはやっぱり全体で見ても 5% ぐらい、そんなにいないんですって。僕もそう思います。そんなにいないなと。でそれを持ってる人っていうのはもうそれやったらいいと思うんですよ。その will、 これを自分のミッションはこうだって思ってる人はそれに向けて行動したらいいと思うんですよ。でもそれを持ってない人にやりたいことを見つけようって言っても見つからないんですよ。なかなか will を探そうと思っても難しいんですよ。じゃあどうしたらいいのかっていうと、そういう時にまずするのは can をひたすらやるってことです。 can っていうのは自分の得意なことです。自分の得意なこと、やりたいことじゃなくて、まずはできること、得意なことをひたすらやりまくるということで、その得意なことをやりまくったらどうなりますかってことですよ。得意だからものすごくパフォーマンスは上がるし、パフォーマンスは上がるとお客さんから喜ばれたり感謝されたり、収入は上がったり、その職場内での信頼っていうのはどんどん上がっていきますよね。信頼が上がるともっともっと大きな仕事を任せてもらえるし、もっともっと今ま、いろんな人と付き合えて、今までできなかったこととかできるようになったり、いろんなアイデア考え方っていうのがどんどん自分の中に入ってくるんですよ。そうなると自分がやってる仕事でこういうふうに喜ばれてるんだっていうふうに、もちろん自己肯定成果も上がるし、嬉しいし、かつ収入も上がるし、そして、自分がやってる仕事の意味っていうのが見えてくるんですよね。自分の仕事っていうのは世の中のこういうことを解決してるんだっていうのが見えてくるんですよ。でそうなったら、じゃあこの問題の本質は何なんだっていうのを掘れば掘るほどね、見えてくるんですよね。はい、見えてくるんですよ。これがまず一つの方法です。ウィルが見つからんかったら、まずは自分の得意なことをやろう。それを掘って掘りまくったら、自分の得意なことをやってる意味に気づく。その意味っていうのを紐解いていったら、それが世の中のミッション、自分が解決したいミッションが見つかるっていうこと。これがまず一つです。でね、ウィルもキャンもない人。ウィルもキャンもない人。それはどうしたらいいのかっていうと、それはマストをやるってことなんですよ。自分がやりたいこともなくて、得意な能力もない、得意なこともない。じゃあマストをやるんですよ。自分が今与えられていること、言われたことをまず 120% の力でやる。期待されている以上のことをやり続けるということ。
それがコピーを取るってことであったり、お茶組みであったり、何やろうな、カバン持ちであったり、どんなことでもいい、与えられることをとにかく一生懸命やっていく。そうするといろんな能力がそこで出てきてくるんですよ。できてくるんですよ。マストをやればやるほどキャンができてくるんですよ。ね。で、この時に問題なのが、その、何やろう、キャンもやりたいことも得意なこともないのに、やりたいことは何なんだろうってこう探してしまうことなんですよ。これ悪いことじゃないですよ。探すのはめちゃめちゃいいことなんですけど、見つからないです。見つけにくいんですよね。だからまずはマストを取り組む。マストを取り組んだらキャンができるから。でキャンを掘っていたら、やりたいこととかミッションとかが見つかるってことなんですよ。僕もそうでした。はい、僕がまさにそうでした。サラリーマンになって、3年目ですよ。3年目ね、仕事も飽きてきて全然面白くないなと思ったんですよ。能力もないですよ。あんま営業の能力もないですよ。3年目なんで。キャンがない状態で、自分は何がやりたいんだろうってウィルが全然見つからなかったことがあったんですよね。何なんだろうって。キャンがなくて営業能力もないし、人脈もないし、お金もないし、自分がやりたいことは何なんだろうってこう探してもね、見つからなくて、本当に苦しかったんですよね。で、その時に、伝説の上司とこうね、一緒に仕事することがあって、嫌が応にも仕事をしないといけなくなったんですよ。マストをやらざるを得なくなったんですよ。で、そこから5年ぐらい僕はマスト、今やってる営業の仕事で、チームで一緒に一つのプロジェクトをやるっていうこと、それを一生懸命マストをやっていくと、もちろん営業の力、お客さんのと会話するコミュニケーション力とか、プレゼンテーション力とか、あとはチームの中で役割を見つけて、自分の目標とチームの目標を考えながら行動していく、スケジューリングとか、いろんな力がそこで身についたんですよ。そのマストをやることで身について、そしてキャンがどんどん増えていったんですよ。で、僕はキャンっていうのは、それで仕事がね、ちょっとずつ成績が上がってきたから、うつ病の専門の営業マンに任せられたんですよ。それキャンが増えたからですよ。キャンが増えたから、そういう仕事に就くことになったと。で、そうなった時に僕は気づいたんですよ。うつ病、僕がやってる仕事はうつ病の情報を提供することで、患者さんの症状を取り除くことやと。うつ病を治療することをやっていた。それ確かに意味のあることやと。でもそれと同じぐらい大事なことっていうのは、うつ病にならないようにすることじゃないか、うつ病を予防することじゃないかっていうふうに自分のミッションに気づけたんですよ。はい。じゃあどうやったらうつ病を予防できるのかって考えたら、やっぱりその社会に出た時に学校で学んだこととかをちゃんと活かせるとか、激動、いろんな人たちがいるんで、社会にで、いろんなこう変化が激しいから、その中でもそのうまく対応できる力、やり抜く力とか、回復力とか、コミュニケーション力とか、いわゆる社会に出る前にそういう、ライフスキル、非認知能力を育みさえすれば、社会に行った時にも自分らしく活躍できるんじゃないかって思ったんですよ。はい。そこから僕はうつ病を予防するための教育を学びたいってなって、そして会社を辞めて留学するという経緯だったんですよ。はい。これも僕はウィルが見つかったんですね。うつ病を予防したいと、一人一人が自分らしく輝ける、そういう世界を作りたい、こういうミッション、これ僕のミッションですよ。これを見つけるために何をやったのかっていうのは、僕はマストからやったんですよ。今やらないといけない下っ端だけど、今の得意先でちゃんと情報を提供すると、営業の仕事をしていくと、そういうことをやっていくとキャンが増えていった。そういうキャンが増えていったら、職場での信頼も増えて、やれる仕事の責任も大きくなって、うつ病の専門の MR になる、なって、それをこなしていくと、うつ病を予防することが大事なんだっていうウィルが見つかった。マスト、キャン、ウィルっていう順番で僕はミッションが見つかったんですよね。はい。で、こんな感じで、まあこんな感じかなと思ってて、本当に自分がやりたいことを見つけるとか、ミッションを見つけるってなかなか難しいことなんですよ。見えないものを見ようと探すことはとても大事です。とても大事なんだけど、もう一つの考え方として、今自分が見えること、今与えられているものをひたすら、没頭して取り組んで、そこでちゃんと着実に実績を出していくこと、それも大事かなと。そうすることで自分が見える世界がどんどん広がって、できることがどんどん広がって大きくなっていくので、そういうやり方もありかなと思って、今日はミッションを見つける3つのステップ、マスト、キャン、ウィルの話をさせていただきました。こんな感じでね、一人一人が自分の人生にミッションを持って、生き生きと輝いて生きることができたら、お価値はハッピーやなと思っております。はい、こんな感じで今日はおしまいです。さよなら。素敵な一日を。